ソロン。あの、ソロンさんですか？ああ、そうだが。ソロンさん、僕に魔法を教えてほしいんです。大きな魔法の力を手に入れて、ジャボーを倒したい。ジャボー？君たちが？はい。悪いな。私にはもう魔法は使えない。え？どうしてですか？ソロンさんは全ての魔法を極めた四賢者の一人なんでしょ？何と言われても使えないものは使えない。君は何ですか？あなたたちは誰？まさかこの子抜け殻人か？ジャボーに心の一部を奪われた。私のせいだ。私がジャボーに逆らったためにこの子はこんな目に。だから私はもう戦うことをやめたんだ。この子をこれ以上苦しめたくない。この子と二人穏やかに暮らしていくことにした。ソロンさん。 How convenient. I just got it. 違うと思う。え？苦しんでいるのは心を奪われたからじゃない。ソロンさんが戦いをやめて全てを諦めてしまったから。だから彼女は苦しんでる。何？わかるのか？うん。なるほど、そういうことか。私に協力してほしいからわざとそういうことを。え？帰ってくれ。そっとしておいてくれ。誤解です。そんなつもりは。聞いた通り、確かにあの子はジャボーに心奪われてるようやな。じゃあ探しに行こうよ、あの子に必要な心のかけらを。いや、あの子の場合はちょっと特別なんや。え？あの子の心の輪郭が見えへん。え？どういうこと？あの子はな、心のかけらを奪われてるだけやない。自分自身で心を閉ざしとるんや。まずは心の輪郭を見えるようにせんと心のかけら持ってきても始まらんで。どうすればいいの？お前の世界や。あの子が心を閉ざしとる原因はお前の世界の同じ魂を持つもう一人のあの子にあるようやな。Oh, it's the... 一旦戻ってもう一人のあの子を探すんや。I already know. It's already the window girl. そうと決まったら一の国に戻るぞ。I'm not going back just yet. I need to conduct some business. I need to talk to people. はあ、もういいだろう。僕のことはほっといてくれ。コロネール報告を出発した時はあんなにやる気があったのに、一体どうしたのかしら。どうしたんですか？私たちは行商人なんだけどね。ババナシ屋に着いたと思ったら急に旦那がやる気をなくしちゃって、理想の店を開店資金を稼ぐためにゴルネールを出発したばかりだったのに。店なんてどうでもいいだろう。僕はもう商業なんてしたくないんだよ。うん、こいつはあかん。重傷やな。もうしょうがないわね。こうなったら私が頑張らないと。このお兄ちゃんにやる気の心をなくして抜け殻人になっとるな。本当なの、しずく。どうしようか。I got you, fam. I got you.そうやな、急いでやる気の心を探せ。 Or I already found it just seconds earlier. ハートキュア。 Alright. あれれ、僕は一体何を。そうだ、回転資金を稼ぐために頑張らないといけなかったんだ。あなた元に戻ったのね。ああ、心配かけたな。もう大丈夫だ。さあ、頑張るぞ。よかった。これで大丈夫ですね。ありがとう。君たちのおかげで助かったよ。ぜひお礼をさせてくれ。うん、OK。Give me my money. Alrighty. Ooh, two stamps. What happens if I complete the stamp card? I can't remember. So I go this way. There's more people to talk to.はあ、どうしたもんかね。これじゃあ商売上がったりだよ。どうかしたんですか？どうもこうもないよ。砂漠でコッツ兵が暴れ回ってるのさ。行商人たちが襲われたらしくてね。これじゃあ商品が届きゃしないよ。誰かあいつを追っ払ってくれないかね。これはかなり困ってるみたいやな。オリバー、なんとかしてやろうやないか。はい。砂漠の暴れん坊を引き受けますか。 Some kind of monster I need to fight, I think.
Right. おばさん、僕はその魔物を倒してきます。何言ってんだよ、子供が口出しするような問題じゃないよ。大丈夫や、おばはん。雫様がついておるから、安心しや。チンチクリンに何ができるってんだい。相手は魔物だよ。な、言うにこと書いて、チンチクリンやだと？オリバー、絶対俺らで解決してしたるで。うん、頑張ろう。あまり無茶しないでね、しないでおくれよ。そうね、10体ばかり倒してくれたら嬉しいんだけどね。何よりファイト10 specific monsters, I think。あら、ダーリンったら忘れていってる。どうかしたんか？うちのダーリンがキノコを取りに燃えるの森まで出かけたんだけど、お弁当忘れていっちゃったの。あちゃあ、そりゃいかんわ。うん、もうお昼だし、きっと今頃お腹空いてるだろうしね。はあ、困ったわ。燃えるの森は物が多いって話だし、私だけでお弁当を届けに行くのは不安なのよね。燃えるの森って、キノコが、大きいキノコがいっぱい生えてたあの森だよね。せやな、あそこの動物も植物もたくさんおって、食い物にもことかかんええ森やな。あら、あなたたち燃えるの森に詳しそうね。そうか、それだったら頼んじゃおうかな。あなたたち悪いんだけど、私の代わりにこの愛情たっぷりの弁当をダーリンに届けてくれないかしら。愛情たっぷりの弁当、ダーリン。はーい、俺も愛情たっぷりな。 I wanna お弁当 like that meat as well。 旦那さんは燃えるの森にいるんですね。わかりました、僕たちに任せてください。まあ助かるわ。はい、じゃあこれがお弁当よ。あ、いい匂いがして、もう食べちゃダメよ。愛しのダーリンしか食べられない私の愛情がたっぷり入ったお弁当。 Bro, what a wife. I'm so jealous. 愛情たっぷりのお弁当を手に入れた。 It's a good thing that this kid is a good guy. That was meI just like get out of town, just eat it, and just be on my way. Oh, treasure chest. Let's go. Look at that. 50 G's. And there's something in here as well. Could it be that there's an earring in here? Nope. Sour parfait を手に入れた。 I don't know what that does, but. So, there's something up there as well. What is it I need to?ゲートを使ってほっとる。 Oh yeah, I need to go back to my... I don't know where to save. Is there like a saving spot? Guessing... Is that it? Maybe that. On the very bottom. Let's go back once. I'm sure that it's the window girl, because the window girl is like the only person we've seen that was like, oh, I don't know, I'm a window girl. Well, she's probably sick or something, isn't she? That's why she can't like leave her house or whatever.I just saw that treasure chest on the left. Give my money. Bro, I just bought bread. Come on, man. Can't do me like that. Alright, bro, I literally did not need to buy bread. Oh, so I still can't use that. So I don't know how to save. Which is very... Oh, no, I can pause and save, huh? How do I...Pause? No. Quest note. Oh yeah, and then let's save right here. I just got an email. What was that about? Alright, anyways. Okay, since I saved, let's go back to Hotoroito. Geto.Alrighty. Now that we're going back, I wonder if there's anything new. さあ、どうやって探そうか。オリバー、分かってるな。共通する特徴を探せんやで。この町のどこかにあの子に似た子、女の子はいるはずや。お前の女の子の知り合いはおらんのか。お、女の子？あんまり話したことないや。いっつもマークと一緒だったし。なんや、だらしないな。どないすんねん。うん、誰かに似てた気はするんだけど、はっきりと覚えてないんか。しゃあないな。こうなったら足で見つけるしかないな。街を歩き回ってあの子に似た女の子を探すんや。うん、女の子か。Alright, so I need to go to Mark's place. Oh, well, I already marked it. I need to go this way? I hate this spot because like, I can't walk in a certain angle.Without like stopping, like, yeah, like, look at that. I'm like glitching out. All right,
I'm sure it's the window girl. あ、そういえば、何や、蘇ってきたか、女の子との思い出。え、そんなんじゃないけど、ここでマークと車を作っていた時にさ、いつも窓から見てる子がいたんだ。窓から？ずいぶんシャイなんやな。うん、ほら、あの窓だよ。Told you。あ、あの子だよ、しずく。あ、お、おいおい、あの子す、あの子だよ。いや、あるかい、そっくりやないか。え、誰と？賢者の娘さんや。あの子が魂を共有しとることちゃうか？そうなんだ。気づかなかったよ。それにしてもよくわかったね。あの子、すぐ隠れちゃったのに。ええか、妖精さんの目力を舐めたらあかん。つぶらな瞳に見えて、何でも見通してますからね。とにかく、間違いない。早速あの子のお宅にお邪魔しようか。うん。That would be a terrible voice actor. I did think at one point I did kind of want to do voice acting because like it seemed interesting, but not much of a what do you call it? Guy with a good voice, you know? I'm pretty sure I need to take lessons and stuff like that as well. あれ？ダメだ、返事がないよ。あら、どうしたのかい？家の人は今お留守番だよ。僕この家に住んでる子に会いたくて。あら、シェリーのお友達かい？やっぱり心配できたんだね。え？あら、知らないかい？ここだけの話ね。最近ここの家うまくいってないみたいなのよ。え、どうして？ご主人が仕事ばかりで帰ってこないからね。昔はいいパパだったのよ、クロードも。それが最近じゃ人が変わったみたい。たまに帰ってきても怒鳴り声が聞こえるし。あれじゃシリーもレイシルもかわいそうだね。レイシルって、クロードの奥さんよ。レイシルは今も変わらずクロードを支え続けてるみたいなのよ。今でも毎日仕事場の工場までお弁当を運んでいるって言うんだよ。クロードが好きだったっていうお手製のサンドイッチを。泣かせるんだから、もう。レイシルったら昔からとっても優しいのよね。What a sweet. Everyone's so sweet. あらあら、余計なこと話しすぎちゃったかね。それじゃあシェリーに会ったらよろしくね。ちょっと難しい家みたいやな。しずく、やっぱりあの子、シェリーをほっとけないよ。せやけど向こうに会う気がないとな。扉を魔法で開けて勝手にお邪魔するわけにもな。それだ、魔法で鍵を開けちゃえばいいんだ。だって今シェリーに会えるのは魔法を使える僕しかいないってことでしょ。おいおい、本気でやるつもりなんか。僕、母さんがいなくなってから気づいたんだ。あの時一人ぼっちの僕を雫が違う世界に連れ出してくれた。誰かが手を差し伸べないとずっと一人ぼっちのままなんだ。だから今シェリーに会わなきゃ。そうしないといつまでも窓の外を見ているだけになっちゃうよ。そうか、よし、シェリーって子に会ってみようや。うん。I guess. Alright, let's break into her house. That's essentially what he's saying. I don't even know if you can call it a creep. It's just, you're breaking the law, mister. Unlock. あ、開かないよ。あれ、おかしいな。このぐらいの鍵やったら魔法で開くはずなんやけどな。ん？ん？どうしたの、しずく。このドアやけどな。何か特別な力が働いとる。さっきの魔法、それに跳ね返されてんねん。え？魔法跳ね返す？あの子の力やろうか。言うても賢者の娘さんと魂を共有してるわけやしな。そっか、でもどうしよう。正面突破は諦めるしかないな。まあよそ様の家に勝手に上がり込むのもあかんしね。うん、別の魔法で考えるしかないね。 So we're gonna have to think of some kind of other wayYou just said some other magic, bro. If I was this person, I'd just burn the house down. She'll come out either way. I'll just burn the house down and she'll have to come out. Oh, え、今のは？ココル、もしかして、ん？オリバー、どないした？ココルなら何か知ってるのかも。なんや Alright, so she's gonna open the door for us. Open the door for me. オリバー、早く入ってあげてね。Alright, got it. 開いてる。
どういうことや？お前また魔法使ったんか？うん、僕じゃないよ。さっきココルが。あれ？とにかく入れてあの子に会わな、話も進まん。ご視聴ありがとうございました。Thanks for watching to the end. If you liked the video, please leave a like and subscribe for more. I'll see you in the next video. さよなら。